先哲とは、優れた成果や思想を残した私たちの先輩方のことです。今回の大分の先哲は、江戸時代の儒学者で教育者、広瀬湛叢。文語三賢の一人です。湛叢は1782年、現在の日田市で父、広瀬三郎右衛門、母、由比の長男として生まれます。日田は江戸時代、幕府の直轄地、天領であり、代官所が設けられ、九州における政治経済の中心地として繁栄していました。広瀬家は初代御左衛門が博多から日田へと移住してきた商家で、父はその五代目です。幼名は虎之助といい、2歳から叔父の広瀬家四代目月下夫妻のもとに預けられました。6歳になると実家へと戻り、父から読書や習字を学びます。加えて10歳からは日田代官所に出入りしていた久留米藩の儒学者松下西洋に詩や文学を習うなど、湛叢は幼い頃から勉強熱心で、その秀才ぶりは評判となっていました。16歳の頃に筑前の国の亀井塾に入り、亀井南明、松陽親子から漢詩や文章などを学び、力をつけていきます。しかし幼い頃から病気がちだった湛叢は大病を患い、わずか2年で帰郷を余儀なくされます。病は長引き、一時は食事もできずに衰弱しきってしまいますが、肥後の国の医師倉重湊によって命を救われます。その後、病気がちであることを理由に家業を継ぐのを諦め、6代目は弟の久兵衛に任せます。一度は医師になることを志しますが、倉重の助言によって教育者の道を選ぶことになります。24歳の時、豆田町にある長福寺の一角で講義を始めます。同年、大阪や臨済門の家を借り、開塾、清少社と名付けます。順調に門人も増え、26歳で場所を移し、新しい塾舎、慶林園を開設。私生活では29歳で合原奈々と結婚します。そして36歳の時に堀田村、現在の日田市湛叢に寛義園を創設します。寛義とは中国の古書詩経から取られた言葉で、ことごとくよろしを意味し、塾生の意思や個性を尊重する理念が込められています。寛義園は東西およそ110メートル、南北80メートルと広大な敷地に、講堂、寄宿舎、居宅など複数棟の建物を配し、儒学や漢学のほか、数学や天文学、医学のようなさまざまな学問分野にわたる講義が行われました。湛叢は、人間は正しいこと、良いことをすれば天から報われるという経典の思想を教育の指針としました。寛義園では三脱法と言われる独特な教育方法が取られます。入門時には身分、出身、年齢など関係なく、全ての塾生が平等に学ぶことができるようになっていました。加えて月単表という成績評価の発表があり、入門時の無給から毎月の試験結果によって9級までのランク分けがなされます。また塾生活、寮生活に細かな規則を設け、塾生一人一人に何かしらの役割を与えるなど、学問だけではなく人間性を育むことにも力を入れていました。寛義園の評判は全国に広がり、各地から塾生が集まりました。湛叢は
54歳頃から漫然歩という記録を晩年までつけ続けています。これは良い行いは白丸一つ、悪い行いは黒丸一つをつけるというもので、月末に白丸の数から黒丸の数を引いた数を集計し、累計が1万に達することを目指しました。67歳で1万膳を達成。2度目の1万膳を目指していた1856年、75年の生涯を閉じます。丹宗の意志は受け継がれ、寛義園は1897年に閉塾するまでの80年間で入門者はおよそ5000人に上り、江戸時代における日本最大級の私塾となりました。弊学者の大村益次郎、官僚文化人の張三秋、第23代内閣総理大臣の清浦慶吾など、近代日本を支える多くの人材を輩出しました。身分制度の厳しい江戸時代に画期的な教育方法を取り、日本一の私塾を作り上げた先哲が広瀬丹宗です。